こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科、橋本です。これは左の上の前歯、これが真ん中の歯になります。その隣になりますが、噛み合わせの力セラミックが入っていたのですが、後ろ下の歯が突き上げ、そして破切してしまい、再根管治療をするということです。超音波振動により、この中に詰まっている根管充填剤といわれるゴムを除去していきます。通常はここに隔壁とかを作り、根管治療をし、そしてラバーダムもしなければ予後が悪いということが言われています。しかしラバーダムをしないには理由があります。それをきちっと患者さんに説明し、納得し同意した上で治療を進めていきます。神経がない歯ですから、麻酔は一切必要ありません。ドリルでやる方法、除去する方法もあります。しかし振動が大きく患者さんに負担が大きいため、私はこのように超音波の振動で丁寧に除去していきます。そしてこれがカッタパーチャーというゴムを、壁から剥がした状態になります。このように一部表面が、このようにこの部分がここにあったわけです。これを器具で今このように剥がし、そして見ると本来でしたらこのピンク色なんですが、やはり水分が含んでいる上、そのようなゴムは劣化するということです。変色しているということです。レントゲン上は白く映りますが、実際はこのようにカラーで見ると変化の度合いがわかるわけです。そしてこのようなゴムを詰めると根管が密閉され、そしてコロナルリーケージといって細菌が封鎖されるということが言われていますが、果たしてそれが本当なのでしょうか。ゴムで水分が遮断できるのでしょうかということも考えなければいけない。ゴムで細菌を密閉できるのでしょうか、ガードできるのでしょうかということも考えないといけません。そしてあなたの歯を残すように最大限努力をしていきます。このことは医師に話をしても当然通じる内容になります。橋本歯科ではそのようなこと、カウンセリングも含めて十分に説明します。あとは先が曲がった器具になりますが、これで引っ掛けてゴムを除去していきます。痛くなく丁寧に時間をかけて行うこと、それが医療の基本ではないでしょうか。早くするために麻酔をし、ドリルでガリガリやることは患者さん、つまり生体に良くない影響を与えると考えております。